フェイクも入れていますが、おかしくなっているところがあったらすみません。婚約指輪を盗まれたが帰ってきた。私は20代半ばのサラリーマン男。嫁も同い年。周りの同い年の友人たちが結婚してから、嫁さん同士は年が近いこともあって。仲良くなり、週1くらいで、誰かの家に集まって、女子会的なことをしていた。ある時、お互いの婚約指輪を見せ合おうよという話が出たらしく、各々が婚約指輪を持ち寄って、我が家で見せ合いをしたらしい。嫁、A、B、C、D の5人での集まりだった。私たち夫婦は、この友人たちの中で結婚するのが一番遅かった。なので、周りの旦那たちから、婚約指輪にいくらかけたとか、どんなの買ったとか、いろいろ聞けてありがたかった。反面、私の見えっ張りな性格から、みんなよりも、値段の高い婚約指輪を贈りたいとも思っていた。婚約指輪といえば、給料3ヶ月分と言われるが、話を聞く限りでは、案外みんなそこまで。高いものは買っていないんだなぁと思い、自分は、給料3ヶ月分以上の指輪を、見栄を張って買った。とはいえ、決して、稼ぎのいい仕事をしているわけでもなく、こんな値段の指輪を買ったのだと知れたら、嫁に怒られると思い、値段を教えず、鑑定書も自分で保管し、嫁には値段を告げず渡した。と、長くなってしまったが、ここまでが前提。そして、細かいところは略すが、その集まりで、指輪の見せ合いをし、各自指輪をしまう、なんやかんや話したりして解散。みんなが帰った後、嫁が指輪を確認したら、ない。そして、私に連絡が入り、もっとよく探してみて。帰ったら、俺も一緒に探すから。というテンプレ展開。探してみたが、当然見つからず。正直、私も嫁も友人嫁たちを疑ったが、証拠もなく、また炙り出し、メールもなんて送っていいかわからず。警察に婚約指輪が盗まれた可能性があるとだけ報告し、その日は終わる。もうどうしていいかわからず途方に暮れていたが、その次の週で犯人が自爆した。翌週に、また嫁たちが集まろうと話が上がり、正直、嫁が憔悴しきっていたので、断らせようと思ったが嫁が、犯人がボロを出す可能性があるかもしれないし行ってくる。というので行かせた。今回は、A の家にお邪魔するらしい。ここからは、嫁から聞いた話だが、そこで、犯人の A が自爆。した。A、あんたの指は安いんだねえね、買取価格5万もいかなかったよ。貧乏な旦那と結婚してみじめねえ。みたいなこと言ったらしい。集まったみんな、は?って固まった。A、ほら、指は返すね。何?勝手に持ち出して怒っちゃった。冗談だって。あんた、嫁が、旦那に、指輪の値段教えてもらってないって言うから、調べてきてあげたんじゃん。買取価格5万いかなかったから、旦那が買った指輪の新品の価格は、3倍くらいとして15万いかないくらい?かわいそう。という、よくわからん理論を展開した。A、泣き崩れる嫁。B、C、D が怒って、A を、閉め、私に連絡をくれた。その後、A 夫妻との話し合いの場を設け、A 旦那、土下座。A は何が悪いのか分かってない様子。A の話を聞いてみると、嫁が指輪の値段を知らない、鑑定書も持ってないと聞いて確かめたくなった。店に持って行って調べてもらうと、想像以上に安い買取価格を言われたので、いじりたくなった。からかっただけ、だから私悪くないよね。とのこと。それを聞いて、A 旦那、地面に頭打ちつけるほどの勢いでまた土下座。友人の土下座を見て痛くなくて、すぐ頭を上げてくれと言った。私は、指輪は帰ってきたし、どこも壊れたりはしていないみたいだからもういい。A さんも妊娠しているのだから不安定になっているのだろう。きっぱりとなかったこととして許すことはできないが、二度としないと約束してくれれば、これ以上は責めたりしない。と言って、しばらくは、嫁たちの集まりをやめようと提案した。ボロボロ涙を流して、すまないと謝る A 旦那の姿を見て、
A も号泣、ごめんね。ごめんね、と繰り返して喋らなくなった。そして話し合いは終了。A が指輪を持って行った店は鑑定書がないのをいいことに。安く買い叩こうとしたらしい。高い買取価格を提示されたら売られていたかもしれないと考えると恐ろしい。A は値段が知りたかっただけと言っていたが、A が妊婦だったということもあって、その後警察に連絡したり弁償させたりということはさせず、許してしまったが、婚約指輪が盗まれたものとケチがついてしまったのがもやもや。この事件で、嫁に鑑定書を見せ、値段も教えた。めっちゃ怒られた。見栄張りで負けず嫌いな性格直せと。くるっと平和解決とはいかなかったが、友人 A 旦那とは小学校からの友人だし、付き合いは続けていこうと思ってる。対応が甘いと言われるかもしれないが、考えた結果これで良かったと思いたい。長男の嫁で、うとめの介護は覚悟していた。だが、とめの兄、おじの介護走らねえよ。そもそも、あっちにも、ちゃんと立派に成人した子供たちがいるじゃないか。一番近くにいる親戚がうちで、暇そうなのが私だけだからって、なあほな。とめの兄だから、名字も違うし、2回しか会ったことないし。長男の嫁だから、将来は旦那実家同居も覚悟していたけど、今は近距離別居。こんな状況なら、もう少し離れたところに土地買って、新居建ててやる。だから、田舎に来るのは嫌だったんだよな。同居人と娘、33と、車で、1時間のところに、息子、40、嫁、孫もいるんですからね。私が働いてでもいたら、こんな話は出ることもなかったんだろうけど。ニート娘ちゃん一人だと大変だから助けてあげて、だなんて。よし、だら引き主草だけど、バーと探そう。とめとおじが仲良し兄弟だからな。とめもおじも悪い人じゃないんだけどな。突然脳梗塞で倒れて半身不随になっちゃったんだよ。体動かないのに、頭はしっかりしてるからきっと立ち悪いよ。旦那が、娘も息子もいるのに、うちが手出しする問題じゃないやろと。止めに言っているのですが、どうなることやら。おじが、奇跡的に全開社機になることを祈るしかない。その後、例のおじは、二つ隣の市にある病院に転院して、しばらく、機能がある程度回復するまで入院することになりました。遠くなるので、見舞いもそんなに行かなくていいし、完全介護だから、今まで、時々、交代で食事介護に行っていたのもいらなくなる。これで、とりあえずのところの介護は免れた。旦那は、二人指定で、義士が小学2年生程度の知能。同居はしなくていい。わしらが面倒見れなくなったら、わしらは老人施設に入れてくれ。その分の貯金はある。娘、義士も施設に入れてくれと、義心は言うが、世間体を考えたら、そんなことで金はな。そんなの大丈夫だよ、ってあまり気にもせず結婚したけど、よくよく考えると大変だということに今頃気づいたよ。唯一の救いは、旦那本人が同居する気がないことだけだが、